めっちゃ速い。2時間半ですか。ああ、そうそう。よいしょ。だいぶ登ってます。よいしょ。下り切ったら左。もう気乗って。うねりましたね、やっぱ。はい、ここでピッチ180の心拍数は149。厚木ゴールが見えてました。ゴール。うまい。こっちでしたっけ？こっち、あ、こっちですか？全然完璧です。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、よし。すごいね、盛り上がり方がすごい。ありがとうございます。50キロの人は今あっちから来てるんですか？あ、そうですか。超えて降りてきてるんだ、早っ。はい、柳沢荘温泉前来たな、ここ。よいしょ。あれがアフリカ。よいしょ。柳沢抜けて次下ってきたんですね。すげえな、この道ピークは。もうこの先は残りロードっぽいな。あ、トイレだ。俺もトイレ行っとこう。おー、風光明媚な橋があるわ。よいしょ。おお。あ、ここ抜けてこっちの小さい山に登っていくみたいです。こっちか。はい、登り地獄、登りが続いてきましたね。広場出ましたね。景色がよろしいかと。はぁ、ですね、148か。やっぱ坂道走ると上がりますね。よいしょ。ちょっと拾っとこう。外でも拾ってきます。後半は調子乗ってぐねりましたね。やっぱ右足ぐねったわ。調子乗らないですよこれ。やっぱ1日1回はくねるな。大丈夫。こっちですね。ありがとうございます。よいしょ。山のあたり、ちょっと雲がかかってますかね。そこまで登らず、ショートコースは七沢荘を乗り返して、また町の方に戻っていきますね。今16キロぐらい。2時間半ですか。ダース、ダース。ダース、ダース。ボランティアの人は、道を作ってくれてますね。あらーす、こっち。あらーす、あ、ここからまた帰ります。よいしょ。
急に登りますね、これ。ああ、すいません。よいしょ。結構急ですね。桃裏の筋肉を意識して走る。前をね、使わずにね。おお、登ってる。よし。だいぶ登ってます。すごい。もうあと5キロぐらいですか？まだあります。もうちょっとあります。まだピークある。あ、まだもう一回あるですか？もう終わったと思ってた。階段長。めちゃめちゃ階段。登ってきましたね。進路こっち。次は下りか。よいしょ。ここやっぱ走れる、走れる区画。よしよしよし。おお、なんかついた。どこだこれ。ナイスナイス。どっかつきましたこれ。前田さん、高松山です。ここが高松山。あ、すごい。ちょっと撮っときます。高田さん、ゴーゴー。ナイスナナイスナナイスナ。これもあと下りですか？あと下り、あと下り、下り切ったら左です。左、上がりました。岩井さん、ナイスナ。ありがとうございます。ナイスナです。下り切ったら左、あとは下りだけみたいですね。よいしょ。よし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 。おお、めっちゃ速い。おお、こっちや、こっちですか。はい、すいません。ありがとうございます。よしよしよし。あとね、7キロぐらいで、7キロぐらい。はい、ありがとうございます。2時間55分、もうすぐ3時間ですね。ここ結構下るな。 8.6%。 よし、じゃあこの下りは足を使わないように気をつけて下っていきましょう。パンツの方はちょっとこれ重いかな。やっぱり荷物入れすぎか。どんどんずり下がっていっちゃうんで、ちょっとこっちは気になりますね。こっちですよ。ありがとうございます。こっちからあっち行くの。こっちですね、こっちですね。ありがとうございます。はい、3時間経ちました。今11時過ぎたところですね。レース開始から3時間経ちました。もう間もなく21キロ、あと 4,5 キロでゴールに近づいてきております。では開けて街の中の川沿いですね。よし、そのまま越えていく。はい、ありがとうございます。まっすぐですね。ありがとうございます。ちょっと桜咲いてるな。はい、ここでピッチ180の、心拍数は149、ピッチ守った走りでここに進んでいければだと思いますが、キロ5分半ぐらいですね今。だいたい残りのスタミナはガーミンによると47% だそうです。どういう基準だろうこれ。まだ半分ぐらい残ってるみたいですね。よいしょ。新月もね、走る大会なんで、これぐらい平坦な場所であればとりあえず止まらずに、走る
練習ですね。よいしょ、すいません、行きます、行きます、よいしょ、よいしょ、ゴミ拾いもしときますよ、ゴミ拾いもついでにやっときます。微妙に登ってますね、これ後半かな、後半でこの微妙な登り坂きついね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、これ拾ったろ、これ拾った、これも拾った、よいしょ、結構落ちてるな、よっしゃ、公園の中入ってきた、よっしゃ、次から、すごい、よっしゃ、よっしゃ、見ると、めっちゃすごいっすね、コンビニもなんか55過ぎてます、見えない、ぼかしてるか、シワをぼかしてください、あの先生言わない怒られるわ、あら、2人楽しんでください、さーし、はい、もう近いですか、ここまっすぐ行って、はい、で突き当たりを右に曲がる感じなんですけど、だいたい 1.5 キロぐらいなんです、 1.5 キロ、はい、よっしゃ、ああ、あるんです、ああ、今します、いらっしゃい、あと 1.5、 あ、なんつったっけ、よいしょ、それから、よいしょ、それからの曲で、よいしょ、右、よいしょ、よっしゃ、あと 1.5 キロ着きましたね、やめよう、よし、よし、ただゴミ拾いします、趣味なんで、ありがとうございます、よし、よし、おー、だいぶ溜まってきた、よし、ありがとうございます、あ、あ、よし、よし、やってますよ、さすが、ご無沙汰してます、もう、いやいや、まあ、それでこそですもう趣味なんで楽しみでやってます、300m もうちょっとで、 あ、うん、あともう一個信号あるね、こういうの、あ、そうですか、うん、よし、もう一本やりに行きましょう、行きましょう、よっしゃ、よっしゃ、だいぶ止まってたね、だいぶ止まってましたね、あーす、あーす、あーゴールだ、あーす、あーす、ゴミ拾いまで、すごい、ありがとうございます、趣味なんです、あーす、あーす、すごい、厚木、厚木ゴールが見えてきました、はい、あーす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 、ありがとう、ありがとうございます、あー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 す、
あ、すいません。お疲れ様です。あ、でゴールでした。ゴミこんぐらい、拾いましたね。あっちはなんだ。お疲れ様でした。今日はスタッフなんですね。今日はもうカツクロそこにあるんですけど全く関係ないですね。写真撮ってもいいですか。あ、いやいや、ぜひ。いや、もうありがとうございます。終了っすね。コーラとピザがもらえました。お疲れ様でした。コーラいただきます。めちゃうまい。ピザもらおう。あったかい、あったかいうちいただきます。すごい、うまい、うまい、すごいたくさんの人が盛り上がってます。あ、すいません、ありがとうございます。よかった。はい、あ、コーラもらえるっすね。グラス入ってますんで気をつけてください。はい、ありがとうございます。グラス、コップが、コップ入ってます。すごい。3時間38分15秒、3時間8分15秒でフィニッシュしました。よいしょ、以上終わり。タオルももらってます。中にやばコップ、ビールグラスが、ビールグラスがもらいましたね。あとタオル、すごいタオルいただきました。メダカすくい、盆栽、次ここコーナー、お絵かきなんかつけブースもあります。公園全体がなんかお祭りみたいになってますね。思った以上にしっかりとしたイベントなんですね。こっちもなんだろう、ビーズがいっぱいある。お店も出てる。すごい、アンサー4のお店も出ております。いきます。こっちもランニングショップが出ております。わー、お土産、公式クラフトビール、なんかすごいな。こう一個買っていくか。すごい、こっちはボルダリングの体験でお子さんなんかもすごく楽しんでますね。めっちゃ並んでる。で、あっちはバスケ、いや、これ段ボールで遊びたい放題。これは嬉しいですすごい、すごい、めっちゃいっぱいお店が出てますね。厚木、おー、あー、今続々と選手が、戻ってきておりますね。いやー、今日はだいぶ、まあそんなに追い込んでないんですけれども、記録は、3時間38分15秒でした。とりあえず距離は 26.23 キロ、累積標高は
736m でした。いやー、まあ第1回すごい和やかな大会に今なってますね。とりあえずひとしきり完走したということで、今日は以上おしまいにしようかと思っております。とりあえずこの会場を後にして、せっかくなんで次に向かいたいと思います。お疲れ様でした。帰ろうか。よっしゃ、じゃあひとしきり、レースは終わったので、この後もうここ厚木なんであそこしかないですね。熱湯麺厚木、健康センター参ります。よし、行こう行こう行こう。ラッコ来ましたね。また再び目的地周辺です。航空案内を終了します。運転やってまいりました。東名厚木健康センターやってきちゃいましたね。ちょっとしっかり雨降ってきちゃったんですけども、リカバリしていきたいと思います。これオムライス行くでしょ。オムライスと餃子、ノンアルレモンサワーで行かせてもらいます。はい、今日は、厚木トレイル ATG トレイル第1回目が行われてですね、26キロぐらい走って、でここ、湯の泉厚木健康東名厚木健康センターに来ました。誕生日48歳を迎えました。まあ、これからもですねトレイルだとかサウナだとか飯だとか、そんな映像を更新していければというふうにも思っております。まあ、ちょっとでもいいなと思いましたらですね、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル継続のためにもですね、皆さんの応援が必要です。ぜひチャンネル登録してください。よろしくお願いいたします。以上、今日はこれで終わりになります。お疲れ様でした。